どうもお疲れ様です。まあネットがなかったらとかね、YouTube がなかったらって考えたら、まあわからないんですけども、いろいろとやっぱり思うところありますね。でね、あの格闘技にフォーカスした YouTube 番組で、ブレイキングダウンっていうのがあってですね、まあこれは素人だろうと何だろうと、その1分間で勝負を決めてみたらどうかっていうので、まあ言ってみればね、喧嘩自慢がそこで、 名を上げるためのなんか下克上みたいな番組なんですよ。これがなかなかね人気ではあるんですけども、これも youtube があるからこそできた世界だと言えますよね。いわゆる昔からね。地下格闘技ってあったわけですよ。まあ、地下格闘技って言うと別にね。ギャングがこぞってやってるわけじゃなくって。まあ言ってみればその中央メディアがね、えー、事務所からデビューさせてやる。ミュージシャンみたいなのがいるじゃないですか。インディーズのバンドってのありますよね？ 地方のライブハウスとかで人知れず活動しているみたいなねまあ本当に土佐回りと言いますかそんなに儲かりはしないんだけども一応音楽で日々をしのいでいけるっていう、まあ、そんなレベルだと思うんですけども、まあ、それでもねインディーズの世界でそこそこになれば、まあ、それはそれですごいことだと思いますね。うん、でもまあ プロでメジャーデビューしたからといってね、じゃあ一生安泰かつたら全然そんなことなくって、えー、本当にあのいつ浮かび上がるのか沈むのかわかんない歌方の世界ではあるんですよ。で、それの格闘技バージョンでしょうね。うん。だからインディーズバンドの格闘技バージョンということで、えー、多分地下格闘技ってのはいろんなところでね、やられていたと思いますけども、でも実際その格闘技に関わってみてわかったのは、試合に出るのはいいけども、そこで受けたダメージってのは、試合後も、 お2週間からららね1ヶ月ぐらい大きくらしいくしんんですよ、うん、なんか殴られて痛かったとかねそれからどっか筋を痛めたとか場合によっては骨折したりとか入院するケースもありますからそうなると普段の暮らしが立ち行かなくなって入院とかになってくるとね仕事も休まなくちゃいけなかったりとかして本当にねいろいろと試合に出る地下格闘技に出るっていうのも日々の命がけなんだろうなとまさに命っていうよりも生活費が稼げなくなることにもなりますんでね。 それに引き換えてファイトマネーってのはほとんどありませんからだからなかなかね厳しかったんじゃないかなと思いますけどもこれもアクセスとかね集客の違いだと思うんですよ。地下格闘技で従来の形で集客しようとすると100名集めることなんてちょっと不可能に近かったんですよ。まあせいぜい20人とか30人だったわけなんですけども今ね YouTube でペーパービューって言って視聴制限で有料化するとこれがねやっぱ億って金額が集まるんですよね。 ブレイキングダウンっていう試合にもスポンサーもついたりとかして、あの、要するに単なる喧嘩自慢にスポンサーがつくわけですよ。まあ、そう考えていくと、あの、例のブレイキングダウンね、これもおー、YouTube があったからこそできるのかなと思いますし、そしてこれはまあ、あの、聞いただけのデータなんですけども、じゃああああいうね、あの、街の荒くれ者が一発逆転するための、 そのブレイキングダウンみたいな番組があるから乱暴者が増えるかって言ったら逆に減ってるらしいんですよ、まあ、つまりブレイキングダウンも犯罪者とか反社ってものは出さないようにしてますんでね、まあ、そうなるとリーガルチェックを避けるために悪いことに手を染めてはブレイキングダウンの一発逆転もできないからまあ圧倒になるみたいなねな構成の手段にもなってるのかなってところらしいですけどねはいまあ色々いろいろと話しましたけどもまた続きは後ほどいってらっしゃい